死に方がかなり今までの安っぽい竿と全然違ってかっこいい、なんか順継ぎっていう風になるんですかね、これ一番強度が出る形の継ぎ方になるとこういう、でまあこれも内側に巻くと、はい、まあ、見た目このコントラストなくなるんですけど、はい、一番外側に巻くのが一番効果あるんですね、この内側で、はい、巻いても機能優先で、はい、店頭だと多分7000円ぐらいで買えますもんね、これ1万円定価だったら2、3割引いて、ガイドはこれは、はい、カラビナのガイドですね、もう全然軽いですね、いいなぁ。